はい。はい。ブルーメイトです。まあ、これで私、長生きしたら、まあ、インポスターだというのが、これで定着するんじゃないかな。電気消された。はぐれた。私、はぐれちゃった。もうはぐれちゃった。怖い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 。マオさん、でもマオさん私やらなかったから今のタイミングで、うん、見ちゃおう。なんか後ろにも、なんか後ろにいっぱいいる。あのみんないる。みんな来てるから、もうあんまり見る必要ないな、これ。ペプさん、一回見ちゃおう。あ、そうか。通信障害が。ペプさんが横通ってた。あれ？え？はい。やばすぎる。あ、マジで？これはわからない。やばすぎる。あいや。これ。はい、フルコンまず、はいはいはい、ザムがカードスラッシュのアドミンのカードスラッシュの前で死んでて、はいはい、ね、ちょっとね僕最初からなんかチクがね、うん、あのフラッシュ直さんと右行ったり、うん、なんかフラ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 してて、あの全然タスクやってるように見えなかったんで安心でた。あれ本来もあのココ君と僕でコミュニケーション直した後、はい、うん、後からアドミン側から降りてきたんで、うん、僕はかなりチクは黒いかなという感じ。あ、なるほど。僕からだと、あとベルクラさんはかなり白いと思ってます、はい、でも、はい、あのベルクラさんはカメラを見てたりアッパーエンジンのタスクやったりっていうのを僕ずっと近くでチラチラ見てたんですよ。そうですね、はいはい、私もレプさんもなんか、うん、あのカメラでよく映ってたんで、うん、いるなって、はい、踊ったりしたりとかして、そうです、そうです、はい、うん、まあ、僕とベルクラさんが黒じゃない限り、うん、まあ、ベルクラさんは白だと思います、はい、はい、でも今日釣らないとダメだね。いや、まあ、そうですね、もうこれは釣らないとダメですね。他の方は、あ、で僕かココレモン先輩、うん、まあ、少なくとも2級はできないかなっていう、できないですね。コミュ、まあ、さっき言った通りでコミュニケーションにずっと、うん、ね、そう、どっちかが2キロしてるのか、そうですね、確かに確かに、うん、で僕からあのサイクロはチクで、うん、ココ君はまあまあ白目ぐらい、うん、なるほど、はい、ずっと一緒にだけど、俺もベルレプは割とセキュリティ前とかで見てて、うん、ああ、セキュリティいましたね、いましたね、確かに、あのリアクターのとことかいましたね、うん、ウィッチクは誰かに見てもらってないの、うん、僕ココさんとフルコンさん途中から見てもらってましたけど、序盤は、はい、僕ウェポンのタスクをやった後ナビゲーションのタスク終わって、うん、あのフルコンさんが見えたので、うん、それちょっと白をこうまず、うん、なんていうんだろうな、黒の確率ちょっと薄めたいので白なので、うん、上本のどっちかの確率か、ちょっとチクさんに入れたいな、こんな長いタスクは少なくとも、うん、あのフラフラになると終わるわけないチクさんだなこれ、いや違います、マジで違う、うん、そういうことだ、そういうことだ、出た、そういうことじゃない、そういうことだ出たこれ絶対チクさんでしょそういうことだこれでもうダブルキルされるようだったらすぐ終わるからね、うん、終わらないようだったらまあまあ間違いなくチクさんなんじゃないかなと思いますが、ココさんがちょっと怪しい、ルコンさんとのこと、レプさん私はもう、うん、あれなんで信用してるんで、うん、おいあすごい牛、マジかマジかおいしい、なんで超最速、なんでなんでチクさんじゃないのこれ、マジかチクさんじゃないんや、チクさんどんだけ欲しいんだよ
だってなんか助けてるに見えんかってもなんかあんまちぐさんじゃねえのこれ。で、あの白の確率高くしたかったんですよ、いつも一人で動いて、うん、あ、確かに、うん、それで一緒に動いてました、右側の方。なんか言い方がない、言い方が怪しかったんだよな。完全にそういうことだが空振りしてしまったじゃないですか。満を持して放ったのに。完全に空振ってるなんかね、いや、マジでセキュリティ見てて、なんか真央さんとレプさんがうろうろしてる時に、はい、まあやられなかったから大丈夫かと思ったけど、うん、ただ生かされてただけなんですね、マジ。そうな、ベルさん、俺2回ぐらい殺そうとして、まあ1回なんかね、もうね、手のひらで踊らされてるんですよ。逆近くにいたから生かしとくとベルカさんから白証明してくれるかなーなんて。もうね、完全にそうでしたね、はいはい、完全に白だと思って、うん、では、ね、いきますよ、お願いします。よろしくお願いします。長生きするぞ。英雄さんの気概を。はい、クルーメイトね、私ね、大体クルーメイトなの。基本的にこのゲーム、私にインポスターをやらせる気ないからね。みんなと動いてく、みんなと動いてく。トシちゃん、ココさん、え、もうなの、まあ、行こうかな。え、え、待って、ここに、ここにあんな、あ早いよ。マイクに所定手で起こってきてる。なんかカフェテリアの。いやーこれ私ね、あの停電になってウェポンついたんですけど、はい、その停電になったから、はいはい、まあその直しに行こうとしたら途中でなんか報告ボタンが反応するから、はいはい、この辺だと思ったけど、こう一応場所をきちんと知りたかったんで、停電終わって終わるまで押すのを待ちました。で、あ、じゃあめっちゃ早かったんですね、切る。もっと早かったですね。カフェテリアにもう多分停電になった瞬間ぐらいでおそらくキルされてんじゃないかなと思うんですけど、大体、うん、カフェテリアですか？カフェテリアです。カフェテリアのあの、カフェテリアです。ダクトなる、うん、あのところの、ベントナのこの左上というか、中央寄りの方に。なんかテーブル、はい、中央テーブルの右下ぐらい。そうですね。テーブルの右下ぐらいの。ね、はい、はい。ちなみに、停電直したのは僕で、その前アドミンにザムさんと2人いたので、はい。で、また一緒で、その後ろにいたのは僕です。うん、エレクトは、この発言には関与できないです。フルコンはもう多分今回無理です。フルコンさんと一緒にナビゲーションまで猛ダッシュしていったんで。じゃあまた、トシさん、マオを引き返すか。また、マオ、今、マオを、僕、ナビゲーションマオと行ったんですけど、はいはい、僕はナビゲーションに向かったけど、マオはあのウェポン側に引き返したんで、あのむしろちょっと怪しいとは思ってます。上の側には引き返しない。左下、シールドの方行った、俺。左下？え、上引き返しない？絶対見てない。絶対見てない。だって俺下行ったもん。真央さん、私、ウェポンズで見てて、下に行くのは見てました。そのナビゲーションに行くのは見てて、で、その後に私、ウェポンズにいて、いや無理、真央さん見てない気がするけど。ごめん、引き返したように見えたのは、フルコンさんと一緒に2人でナビゲーション行きたくなくて、上に行って、そうだ、ベルクラさんを見て、そうですね、で見合ってました。で、ナビゲーション戻って、で、停電来たから死にたくなくてシールド側行ったので、僕、あ、でも確かに、あの停電の時に誰か2人ぐらい来たのは、なんとなく。うん、あ、分かんないな。ごめん、違うわ、うん。まあでも生き残ってるから、ベルクラさんなんじゃないこれ。違う。早すぎでしょ、まだ。まだ生き残るにしては。生き残ってるな。時間的に短いでしょ、まだ。ねえ。いやいや、生き残ったうち入らない、こんな。これ、ザムザンだな。カウンター疑いしていくぞ。生きてること自体怪しまれる。それが私でございます。うっさんがいましたね、うん、よしよし。犯人は誰かちょっと分かんないけど、あのキルの勢い、あのいやいや、ちょ、いや、真央さん
ブルコンさん、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 見てなかった？俺右下から行ったら死体があって、たまげてレポートしてるところを見て、その上に走り去ってるのを見た。ベルクラさん、ベルクラさんがこれから確かに似てるやん、マジで似てるんで、ちょっと信じてほしいけど。先輩死んでる。ああ、そうやね。でさっき話詰めようと思ったときに、ココレモンさんと、まあ、セルベルガーさんのセルキアの件も一応置いといて、ベルクラさん、ココレモンさん、トシゾウさん、トシンさんの4人がちょっと浮き石だったんで、話もちょっと詰めたいなと思ってたんですけど、トシンさん、ね、ココレモンさんとベルクラさん死んでるから、そう最初の容疑者も消えるんで、ジャムレプ無理だし、フルマオも無理だから、年のどっちかにいるなと思ってたんで、やっぱここはトシンさん。いやいやそれだったらトシさん、トシさんですね、さっきだったら。それフルコンさんの流れだった。トシさんやろ、じゃあ。いやいやいや、トシゾウさんです。でもさっきのキルはフルコンさんよ。トシちゃん来たの、これ。トシちゃん来たの、これ。フルコン、トシンですよ、これ。トシちゃん苦しいね。唐揚げ棒で去ってたよ。いやいや、俺は唐揚げ棒だけは殺しに使わんって決めてるから。いや、もう油ついてたもん、だって唐揚げ棒食べた。俺、何でも人殺せるけど、あれだけは使わんって決めてる。見てはないんですか、殺害現場。見た。もう目の前で殺して走り去っていったから、って思って。だから僕からはもう確実にトシちゃんです。で、マオが下から見て、補助もあるかなっていうところです。はい。これは間違いないね。トシか僕は見てます。いやいや、トシかな。すげえ大胆なことやってる。まあ、トシのあれだったらそうだね。ちなみにみんなに意見聞きたいんだけど、フルコンさんまでローラーするべきだと思う？いやー。まあ、どうかな。でも、ここで1日出ると思うから、ちょっと様子見ていいと思うじゃん。欲しいけど、まあ、これは。あー、唐揚げも死んじゃった。唐揚げ飛んで宇宙や。唐揚げとんでもねえな、おい。もう一人わかんないですけどね、でも。でも、年コンビな気がするな、なんとなく。私、トッシンさんが私をやったんじゃない？いや、やっちゃう。最初の、人をやったんじゃないかと、うん、思ってます。なんだかんだ。唐揚げも死んでしまいましたね。真央さん？真央さんかな？真央さん常に怪しいんだよな。なんかしないけど。なんかしないけど、真央さん常に怪しいんだよな。真央さんついていきますか。私のロボットがこんなところに。ザムさん、レプさんがいて、フルコンさん、トッシンス、あ、トッシンさんやん、ほら、あの勢い、ほら、すげえとこで殺したねこれ。これワンチャンに絶対これみんなあとこれ出た後右行くよね。あ、これ、つけると。あ、いいとこ、いい感じで締めてくね、これ。発見を遅らせるために。そういうことか。え？ああ、食った。やばい。いい連携入ってる。コンボ入ってる、まずいぞ。いや、でもこれで、キルタイム終わるまでに、ボタン押しに行かないと、マオさん、結構あれだから警戒してるからさ。いや、いいとこ閉めた、またいいとこ閉めた。連携やばい、連携。え、サムさん下に。まずいぞ。マオさん早く気づいて。マオさん、危ねえ。危ねえ。これもう都心さんでしょ。都心さんでしょ。ちょっと待ってください。都心さんでしょ。僕今、メッドベイで隠しのタスクやってましたよ。ああ。なんか、下でやってるのは見たけど、あれでも、マオとずっと一緒にいたけど、やる時間なかったぞ、多分、2人も。なかったし、あと俺、リアクターなったじゃん。
リアクター、あ、来た、直したもんね、2人で。一瞬セキュリティを見たら、アドミンのど真ん中で、あの、仁王立ちして、弁慶のように死んでいた、あの、レプチンさんの死体があって、これはやられたなって思って、で、多分ザムにやるタイミングはない。あ、で、あっち側に行ったのって、フルコンさんと突進さんだから、うん、はいはい。そう。そうね、でも、これは言ったでしょう。ザムさんか真央さんか、ちょっと僕わかんないんですけど、うん、さっき、とちぞうさん釣るってなった時も、僕、とちぞうさん釣りをしてたんですよ、一番最初に。まあ、あれ、身内切りじゃないですか、普通に。身内切りじゃない。いや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 。身内は絶対切ったらいけないって、死んだおばあちゃんが言ってたんで。なるほど。切れないんで。そっか、じゃあ、違うのかもしれない。これ、マオさん、ザムさんですよ。じゃあ、そ、もっと、もっとちょうだい。もっと、もっとちょうだい。ザムさんがやったとこ見たよね。うん、僕も見ましたよ。ねえ。うん、俺も見た、間違いなくなんか仲間を呼び始めた。僕の他にも見てましたんで。そっか、今、ゾロとだってフリーザでしょ。そうです、そうです。いや、これ、ザムか。いやー。何人参加してんだよ、この船は。あ、そうだよ。やるとは思わなかったです。生き量がいるぞ。ショックだ、ザムか、マジか。生き量いっぱいいるぞ。本当に人間なんですよ。どうあ、ゾロ？わかんないよ。ゾロ3時？え？やったー！グッジョブすぎる！いやーでも、グッジョブすぎる。あ、早い。うまかった。グッジョブすぎる。トシちゃんやんね。うん。いや、うまかった。いやー、すごい。これでプティンさん右で死んでると思ったら、うん、あの、ま、ここは閉じられて、で、うん、トシケンさんとあの、DVD 始まって。そうですね。チェイス始まって。うまいこと閉めてましたからね、扉をね。あー、どうやら。すいませんでした、タイミング悪くて。いやもうあれどうしようかなと思っても突進さんの殺意がすごくて、うん、いや でも最後楽しかったですね、幽霊になって。いやもうガンガン攻めてましたよね。なってからサボタージュの存在を思い出して、うん、まあでもね、最後敗因はあれですね、三役したのはいいんですけど、大悪党のフリーザが入ってたのが、うん、そうですね、誰も信じないですよ、フリーザの言うことで。誰も信じない。チャンネル登録、PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。そしてベルマークを押すとライブや動画アップ時に通知が行くようになるので、見逃したくない方はオンにしてみてくださいね。ハテナハテナの人がいるけど、これ近い。